ノジャンイコールルイコールロトルーは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、ブールイコールエイコールロワール圏のコミューン。ノジャンイコールルイコールロトルーは、自然区分上のペルシ地方に属している。オルヌ県と接している。サルト県の県境からおよそ10キロメートルしか離れていない。ルマントをつなぐ、自然上の交通の軸である、ユイヌ川国に位置している。コミューンは、 パリから直線距離で南西西1 2 7キロメートルのところにある、シャルトルの西5 2トルにある、町は最初にノージェナムと呼ばれた。その後がロローマ時代にはナバジェンテム、ノージェンテムとなった。城を持つ町であるため、12世紀に町の支配者、ロトルイエをつけたノジャンイコールルイコールロトルの名が現れるまでは11世紀に、 カストラムの現地とも呼び表された。町の名を変更する試みがかつてあったが、12世紀より、ノジャンイコールルイコールロトルーの名が使われ続けている。古い綴りのノージョヤマムは、ノジャンイコールルイコールロトルーノのノジャンと他のノージアンを区別したものである。ノージョヤマムはノビをマゴスの構成となっており、意味は新しい市場となる。コンデコー、ル一世16世紀の ノジャンイコールルイコールロトルはサージ織物とエタミーヌ織の生産と貿易で急速な発展を遂げた。これら織物はヨーロッパと新大陸に輸出された。また周辺の農村地帯ではワインとシードルが生産されていた。町はルネサンス期に重要な知的、芸術的発展を見た。この地でプレイヤード派の詩人デミベローが誕生している。 町の庁舎とホールは1533年に建設された。そしてのジャンの通りの舗装は1556年に始まった。しかし、のジャン領種類一世が、新京都派の首領となった後、のジャンを、ユグノー戦争が襲った。1568年に、三次会教会が消失した。そして数ヶ月後、ノルマンディのカトリック派首領は、城の新京都派中東地で、 公主刑にされた。多くの修道院や神学校が17世紀に建設された。ペルシュの繁栄は初期に繊維業と夜勤業で活気づいていた。ルイ13世と母体号マリード・メディシスは1614年9月10日に町で休息を取った。アンリ4世の新京都の大臣、マクシミリアンド・シュリーは1624年にのジャン領を獲得して領主となった。 しかし、シュリーはサンドニ修道院の修道士たちが反対したためのジャンに住むことはなかった。1685年のなんとの直霊廃止は、多くの繊維業者の流出と繊維業の衰退の始まりとなった。1693年に2万5千セ地が生産されていたエタミーヌ織は、1787年に7千セ地、チ、1802年には3500セ地と、 生産が減少した。この危機は強さと耐久性が特徴のペルシュロン種の馬の飼育で総菜された。18世紀半ば、町中心地の沼地の排水が始まった。町は経済的混乱によって打撃を受け、これは革命に先立つ出来事となった。住民たちは1780年に不駅に反対して反乱を起こした。フランス革命に関連した暴力は、 ノジャンイコールルイコールロトルーでわずかだった。町の名は、ノジャンイコールルイコールレピブリカンと簡単に変えられた。ロトルーへの墓のみならず、マクシミリアンドシリー夫妻の墓も略奪された。1790年、2年前にサンドニ修道院の共同体が解散させられたのに、続いて、町の多くの修道院が閉鎖された。これら宗教建築は、多くが悪い状態にあり、 いずれもがその後再び開かれることはなかった。1806年にコミューンが元サンドに州動員の建物を購入し、コレージュや裁判所、刑務所として使用した。サンポル広場に面したコミューン庁舎コミューンの投票者は国政選挙において全般的に右派に投票する傾向がある。2002年フランス大統領選挙の第一回投票ではコミューンはフランス全体より 圧倒的に議会右派と極右候補に投票した。ジャック・シラクが22.22% 22、ジャンマリー・ルペンが19.42%であった。2007年フランス大統領選挙では、ニコラ・サルコジは第1回投票で、社会党候補セゴレーヌ・ロワイヤルより11ポイント多く獲得し、第2回投票では14ポイント多く獲得した。 2012年フランス大統領選挙では、フランスはオランドが48.62%を獲得したのに対し、サルコジが51.38%獲得と上回った。しかし、地方自治体選挙においては1960年代半ば以降、中道産派が過半数を取っている。左翼旧進党所属のフランソワ・ユバールは、2014年の 市長選挙で5回目の当選を果たした。2014年3月に行われた自治体選挙の結果、明らかに左派が議会の過半数を占めている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、 イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。2000年代後半まで、ノジャンイコールルイコールロトルーには、地方裁判所及び労働裁判所が置かれていた。司法制度改革の一環として、これら裁判所は2008年から2010年の間に、シャルトルに移転した。ノジャンイコールルイコールロトルー軍は、ウールイコールエイコールロワール県に3つある軍の一つである。 将軍庁は繁華街の小さな建物に入っている。小郡庁に加えて町には国家憲兵隊と国庫の分室が置かれている。さらに町は地方自治体警察の権限下にある。ありがとうございます。